ダークトランキュリティは、スウェーデン出身のメロディックデスメタルバンド。メロディックデスメタル黎明期に結成され、同郷のインフレームス、アットザ・ケイツラと共にその音楽スタイルを確立させたバンドの一つ。日本におけるバンド名のカタカナ表記では、トランキュリティとされていることが多いが、実際に発音すると、トランクイリティ、トランクイリティ、トランクリティに近い。1989年、 ミカエル・スタンネを中心に、アンダース・フリーデン、ニクラス・スンリン、マーティン・ヘンリクソン、アンダース・ジバープラによって結成。結成当初は、セプティック・ブロイラーというバンド名で活動を開始する。1990年、初のデモテープ、インフィーブルド・アースを制作。その後まもなくバンド名をダーク、トランキュリティと改める。1991年、デモテープ、 トレイルオブライフディケイドを制作。1992年には A、ムーンクラッドリフレクション、トレイルオブライフディケイドという2枚の7インチ EP をリリース。これがスパインファームレコードの目に留まり、レコード契約獲得に至る。2000年、フィフスアルバム、ヘブンリリース。前作リリース後、これからは クリーンボイスを主体とした新たな方向へ進んでいくと思われたバンドだったが、2000年に届けられた本作では、前作で聞かれた変化を残しつつも、ほぼ前編にわたり、デスボイスを使用した内容であった。2005年、セブンスアルバム、キャラクターリリース。前作の延長線上の音楽性でありながらも、よりアグレッシブに、よりテクニカルとなった内容は、各プレスから、 過去最高作との評価を得た。2007年5月、エースアルバム、フィクションリリース。バラエティに富んだ楽曲を含む本作は、再び各プレスより、過去最高作との評価を得た。また、クリーンボイスの導入や女性シンガーとのデュエットなども、久しぶりに聞かれた。なお、ゲスト女性シンガーとして、シアター・オブ・トラジディのネルシュグランドが参加している。 マーティン・ヘンリックソンの脱退後から数人のサポートメンバーがライブに参加していたが、ニクラスがライブに参加しなくなってからは、ヨハン・レイン・ホルツとクリストファー・アモットがツアーサポートメンバーを経た後、正式加入した。その後、2020年11月に4年振りとなる、12アルバム、モーメントをリリースした。イン・フレームスとは、進行があり、初期のイン・フレームスのアルバムに、 ダークとランキルティのメンバーがサポートメンバーとしてレコーディングに参加していることからも彼らの信仰の深さが伺える。ちなみにハンマーホールというバンドも元々は信仰のある彼らによってコンテストなどに出演する際のお遊びバンドとして結成されたものである。ニクラス・スンリン2014年ビルダルはハランド県クングスバッカ市とイエーテボリブーヒュース県イエーテボリ市にまたがる。 自治体である。ただし、ダークトランキュリティは、正確には、ビルダル出身で、イエーテボリ出身ではない。ただし、プロジェクターは、ヘブン、ダメージドーンリリース後の2003年時点で、最も成功したアルバムであった、前田武彦。ライブダメージ、CD ライナー。ダークトランキュリティ、ライブダメージの、アルバムノッツ日本東京都渋谷区渋谷、トイズファクトリー。 ダークトランクイラティリベスミュージックニューススプニックミューザック2015年7月26日閲覧英ニューサイクルビギンズダークトランクイラティオフィシャルフェイスブック2020年4月1日閲覧 h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t t o f f i c i a l p h o t o s a 4 2 0 6 8 6 5 0 0 7 4 7 1 9 1 2 1 5 6 8 4 1 7 4 0 7 4 7 1 0 1 5 4 0 1 1 0 6 9 3 5 7 4 8 タイプイコールサンシアター2016年10月16日、閲覧。AB、ダークトランクイラティギタリストマーチン・ヘンリクサンクイッツ、I have lost the passion for playing music.BLABBERMOUTH.net。2016年4月1日閲覧。ABC、ギタリストニクリス・スンジンクイッツダークトランクイラティ、The Time is、right. ブ i g h t ウス。 ネット2020年3月27日閲覧ありがとうございます。